はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、4章2次関数のね、スタートになります。で、最初は問題演習3問やりますので、まず1回動画止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらってちょっと厳しいと思う問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず最初なので、まあ、式を求めるようなタイプの問題をメインでやっていきます。例えば1番 y イコール ax2 乗、もうこれが書いてあったら二次関数ってね、すぐもう目印です。これイコール二次関数だからね。で、この時に x が2で y が -3 と言ってくれてます。じゃあ a 求めてねって言ってるので、このタイプ、まあね、練習いっぱいやってる方なんかはね、いや楽すぎるわって思うかもしれないんですけど、x が2で y が -3 だから、それぞれ代入してください。x が2で y が -3。で、普通に代入すると、y のとこに -3。で、x2 乗だから、2の2乗、2にが4なんで、4a と。まあ、こうなりますね。で、この後、まあ、こう入れ替えますよね。で、よく移項の時は符号を変えるんですけど、右辺と左辺、丸々入れ替えるんであれば、符号を変えなくていいので、-4a にするより丸々入れ替えた方が計算しやすいですね。で、4で割ると、まあ、割り切れないんで分数でいきましょう。-4/3となって、これで終了です。まあ、文字にくっついてる方が下ね。まあ、覚え方としてはずるい覚え方だけど。まあ、こんな感じでやってください。で、2番です。2番はここ、y は x の2乗に比例っていう言葉。これがあったら二次関数です。これも二次関数のサイン。つまり、その言葉があったら y イコール ax 2乗を使うんだと思ってください。これは問題によって、こう書かれてる時もあれば、こう書かれてる時もあるので、でそこでまあどっちでも判断できるように。で、これがまず x が -6 の時に y イコール9である、x イコール12の時の y の値を求めなさいと。で、これですね、数字がいっぱい書いてあるので、ちょっと苦手な方なんかは、どれを使っていいか分かんなくなってしまう、ね、こう出てくるんですけど、これ、まず、x が6の時、-6 の時に y イコール9であるだから、ここ繋がってるのね。これの時にこうって言ってるから。だから、この2つを代入します。まず一緒に。だから y のとこに9入れるでしょ。で、x のとこに -6 なんですが、こうなるからね、代入すると。カッコ -6 の2乗です。で、カッコの外に2乗がくっつくので、まあこれ1年生の復習になりますけど、これはカッコ丸ごと2個分掛け算です。だから -6×-6 なんで36になる。こうね。で、さっきと、おーっと。お前ね、俺の手で消しちゃったんか。さっきと同じようにやれば、まあ、ひっくり返しましょう。丸々ね。で、36で割るから、こうなります。これ9で約分できるんで、A は4分の1と分かります。4分の1ね。で、さっきみたいに、A を求めなさいだったらこれなんですけど、今これじゃなくって、A が出たことによって、式が y イコール4分の 1x2 乗ってことが分かります。a を戻してあげる。これが式ね。でも式を出せじゃない。今は x がじゃあ12の時 y いくつって言われてるから、式が出てから x のとこに12を代入すると。順序でやっていくの。1個ずつね。で、入れると y イコール4分の1かける12の2乗って144なんですよ。で、144って書いてもいいんですけど、144と4の約分ちょっとめんどくさくなるので、自分だったら12の2乗でしょ?それを計算せずに、あえてこうやって書くの。12、2個だから。12×12 って。この方が、こうやって約分してしまって 3×12 だから36って、自分は出しやすいと思っちゃうんで、こうやって計算しちゃうんですけど、まあ、もちろん144でやってもね、構わないんですが、まあ、ちっちゃいね、ちっちゃい工夫の技として、まあ、覚えておいてください。こういうのもありだよっていうのをね。で、これで終了。これ y の値だからね。なので、この2問通して、まず覚えてほしいのは、y イコール ax 2乗って振られたり、y は x の2乗に比例しって振られたら、これ二次関数のサイン。y イコール ax 2乗を使ってください。で、まあ、これの時これってセットで書いてあったら、
ったら代入しちゃって OK だと。で、A を求めるだったらこう。で、もしここがね、1番とか、X と Y の関係を式に表しなさいみたいな。だ式を作れって言ったら、これが答えじゃなくって、Y イコール A を戻したやつね。4分の 3X2 乗と、こう書かないと丸にならないからね。逆に今回1番はこれ書いたら×になります。今は式じゃなくて A 出せって言われてるから。細かいことなんですけど、解けたのに得点にならないってすごくもったいないので、ちょっと注意してください。で、3番が図がありますと。で、M っていうまあ曲線がね、まあ、曲がった線があるんですが、それが Y イコール AX2 乗。まあ同じですね、ずっとね。で、そのグラフで A が3のマイナス4だと。ちょっと書き込もうか。はい、いるかな？ちょっとちっちゃくてごめんよ。3のマイナス4。ギリ入ったね。で、あると。で、この時 A の値求めなさいっていう問題なんですが、で、これね、まあ、なんだっけ、比例とか反比例とか一次関数のでも同じなんですけど、今回二次関数でまあカーブこういうのやってるじゃないですか。まあ、こういうね、下の、こう下というか、まあ、上向きのカーブもありますけど、その関数の上に点、まあ、座標が乗ってるとき、その点を通るときはもう代入して OK っていうのを頭の中でつなげて覚えてください。比例も反比例も一次関数も二次関数も全部。いい。点を通ったら代入していいの。だから、X が3、Y がマイナス4を代入すればいい。まあ、同じです。やること。3番もね。なので、代入すると、Y のとこにマイナス4、X のとこ3。で、2乗すると9だから、9A ですよね。で、また同じように、両方丸々入れ替えて、こうなる。で、両方9で割れば、下余裕で入るね。A イコールマイナス9分の4なので、これで終了というふうになります。最初でもちょっと言いましたけど、こうね、数学得意な方とかここいっぱい練習した方にとってはすごく簡単だと思います。この問題に感じるかもしれないんですが、代入して OK とか、さっき言ったね、その座標を通ることは代入していいんだよっていうのは、応用問題の時とかにすごく大事な知識になります。なので、まあ、それをね、ちょっと伝えたかったので、今回ね、この問題をやらせていただきました。では、今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やらせてもらいました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続き2次関数ね、テスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。